ポツポツ来てるみたいですね。 R100R これがね、次これ入れたらサイドカーあるけど、絶対フレームに無理いきますからね。ああ。これやってなかったら。一応補強してあるんですよ。ねえ。写真も撮らせてもらおう。パッケー。何年モデルでした？一番最後、あの、さっきの出し見たら92年って書いてあったね。あ、92年。でも買ったのは95年くらいだと思う。はいはいはい。もうこれ、今流したから絶対ね。これがヘンテコ刀です。さっきこれの刀とは分からないでしょ。イタリアスティが作ったマシンですね。でも日本にはフルカーブダメです。え、日本にはこのフルカーブダメで、エンジンが熱くなりすぎて、あ、だから夏の間アンダーカウル外してね、アンダーカウル外してるんですよ。でもイタリアでも暑いんじゃない？暑いんでしょうね。待つでしょ、当時の FRP はね、82年モデルなんですよ。フロントだけね、MV アグスタのアメリカありませんか、アメリカ、あれのホイールと一緒なんですよ。だからフロントだけ18インチになってるんですよ、うん、おかげさんでちょっと降っといたらタイヤ入れますから、だいぶ楽です。中途やからね、ブレーキちょっと水かかるだけで削るんですよ、うん、あいつのやらしいところはね。すまん、あの BMW エンジンかけてもらえますか。サイドカーはね、僕機械出世代なんでね、壊れてるんですよ。だからあの破壊だと一緒のバイク、マハノだな、乗ってるんですよ。出れるかな、出れるね、こんだけだったら。また気楽に遊びに来てくださいね。